本田忠勝、トンボ切りの平八郎、これがモノノフの生きる道。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は本田忠勝について紹介していこうと思います。今回の主人公は豪商といえばこの人、徳川四天王の一人にして平八郎の通称で知られた本田忠勝。金の大数珠に鹿角の兜、織田信長をして今朝妃と言わしめた天下無双の豪のものです。主徳川家康に対して愚直なほどに忠義を尽くし、生涯57もの戦場を駆け抜けた本田忠勝の人生を紐解いてみましょう。徳川最古さん、安城府代の誇り。本田忠勝は天文17年1548年、三河の国西蔵前城、愛知県岡崎市で生まれました。幼名は鍋之助、主君となる松平元康、徳川家康の5歳年下です。父は安城城、愛知県安城市に拠点を置く安城松平家、その譜代の家臣本田忠敬。本田家は徳川家最古参の家臣七家、安城譜代の一つでした。忠勝は嫡男でしたが、誕生の翌年に父が戦死してしまったため、母と共に叔父忠真に引き取られ、掛城岡崎市で育ちます。叔父から学問と武士としての心得を学び、武芸の鍛錬に励んだ鍋之助は永禄3年1560年、13歳で初陣と共に元服。この頃松平元康は人質として今川義元に従っており、忠勝の初陣は桶狭間の戦いの前哨戦となった大高城兵糧入れ鷲津砦の戦いでした。大高城兵糧入れ、義元の甥宇戸の長照が守っていた大高城が織田方によって包囲され、補給が途絶えた大高城に兵糧を入れる作戦が取られます。しかし正面突破しようとすれば、気づかれた付城、鷲津砦や丸根砦の兵から格好の的にされてしまうのは明白。この危険な任務を命じられたのが先方を任されていた元康でした。一計を案じた元康は5月18日の夜闇に紛れて兵を動かし、別の砦を攻めると見せかけて織田勢を誘い出しました。鷲津丸根砦が手薄になったのを見計らい、兵糧を満載した小荷隊に護衛をつけて大高城へ向かわせた元康。無事にミッションクリアでしたが、続いて休む間もなく砦攻めにかかりました。その深夜3時ごろ、元康隊は丸根砦を、朝比奈康友隊が鷲津砦を攻撃。忠勝は叔父忠真と共に朝比奈隊に従軍していました。この戦いで忠勝は初陣にもかかわらず敵陣に突っ込んで討ち取られそうになるという、何とも血の気の多いエピソードを残しています。この時は間一髪、忠真が敵に槍を投げつけて事なきを得ていますが、翌年には忠真の助けを借りることなく、わずか14歳にして見事に職位を挙げています。5月19日の午後、今川義元は桶狭間でまさかの討ち死に。元康は今川家から独立の道を歩んでいき、それとともに忠勝の数々の武勇伝が作られていったのです。天下の名僧、トンボ切り。さて、本田忠勝といえば、何はさておき、トレードマーク名僧トンボ切りについてお話ししなければいけないでしょう。映画引っ越し大名で高橋一生さんが振り回す松平大和の神家のお手ぎね、黒田八子の森友信が福島正則から飲み取った日の本号と並んで、天下三名僧と称えられたトンボ切り。ゲーム刀剣乱舞でも登場していますね。刀匠村正の子と言われる藤原正真の作で、一尺四寸44センチのささみの穂、中央に梵字と
仏具の三股剣が彫り込まれ、当初2畳、6メートルあった漆黒の塚には青貝、夜光貝の螺鈿細工が施されていたといいます。その切っ先は鋭すぎて、トンボが穂先に止まるなり真っ二つに切れてしまったと伝わるほどでした。忠勝といえばトンボ切り、鹿角の脇立て兜、黒いと脅し胴丸具足の武装三点セットに金箔越しの大数珠を肩からかけた姿が思い浮かびますよね。さらには刃渡り三尺、1メートルの太刀、稲切を履き、徳川秀忠から拝領した黒馬三国黒にまたがれば、その戦う姿はまさに鬼神のごとし、トンボが出ると蜘蛛の子散らすと謳われました。金の大数珠には戦死者を弔う意味があり、トンボ切りに刻まれた文様とともに勇猛で恐れられた忠勝の優しさ、信心深さがうかがい知れます。本田正信との関係、今川義元の元の字を捨て織田信長と結んで三河を奪還した元康改め家康、しかし永禄6年1563年秋、三河に一向一揆の嵐が吹き荒れます。新今川派の三河豪族や一部の松平一族が一揆の中心となり、一向宗門徒の多かった家臣の中ほぼ半数が離反、家康は苦境に立たされました。本田正信をはじめ一揆に加勢する本田一族の者が多い中で、忠勝は残留のため浄土宗に改宗、家康に忠誠を尽くして戦います。この件もあってか忠勝と正信は不仲だったそうで、忠勝は正信のことを腰抜け呼ばわり、同じ本田の一族だがあいつとは何の関わりもないなどと辛辣に評しています。歴戦の猛者、両敵の死を悼む。元亀元年1570年6月も末のこと、信長を裏切って朝倉についた浅井長政を攻めるため、浅井の本拠小谷城にほど近い横山城を織田徳川連合軍が囲みました。朝倉の援軍も到着し、両連合軍は近江姉川を挟んで激突します。家康の部隊はおよそ6000、そこへ朝倉の援軍1万が攻めかかりました。数では劣る徳川軍、士気が下がるのを見て取った忠勝は、なんとたった一人で朝倉の大軍勢の中へ突撃していきます。これに驚いた味方の兵は、平八郎殿を死なせるわけにはいかぬと俄然息を吹き返しました。姉川も血で染まるほどの死闘を繰り広げる両軍でしたが、次第に徳川方優勢に。そこへやはり短期現れたのが、朝倉に従軍していた曲賀直孝、五尺三寸、約175センチの大太刀、太郎太刀を振り回す北の豪傑です。互いに両敵と見たトンボ切りの本田忠勝と太郎太刀の曲賀直孝、胸厚の一騎打ちとなりましたが、この戦いは両者一歩も譲らず、直孝は敗走し始めた朝倉軍の新狩りを務めるべく勝負を預け、やがて死闘の末に討ち死にしています。元亀3年1572年の一言坂の戦いでは、武田の本隊に対して新狩りを務め、続く三方ヶ原の戦いでは武田四天王山形正景を撃退、武田軍に夜襲をかけて大損害を与えるなど、武田との戦いでも数々の武功を挙げた忠勝。しかし天正3年1575年の長篠の戦いが終わった後は、なぜかしょんぼりした様子だったといいます。家臣が心配して訳を聞くと、武田の猛者たちが数多く死んでしまった、もうこんなにも血が騒ぐ戦はできないだろう、惜しいことだと残念がったそうです。小牧長久手の戦い、天正10年1582年の本能寺の変から伊賀越えを無事に乗り越え、天正神武の乱で甲斐信濃を奪取した徳川は、三河、遠江、
駿河と合わせて5カ国を支配する大大名になりました。一方で尾張の織田政権内では羽柴秀吉が柴田勝家を破って台頭し、信長の次男信雄と対立。信雄は天正神武の乱で北条との間を取り持った義見で家康に協力を求めます。やがて天正12年1584年、小牧長久手の戦いが勃発し、家康は信雄方として参戦。家康は羽柴秀次隊を撃破して勢いに乗りますが、追撃部隊が返り討ちにあってしまいます。この知らせを聞いた忠勝は500の兵を率いて小牧から駆けつけ、2万とも言われる秀吉の大軍の前に立ちふさがります。短期進み出た忠勝は悠々と川に馬を乗り入れて、その口をすすがせるという大胆な挑発に出ました。豊臣方の武将は口々に忠勝討つべしと進言しますが、秀吉は忠勝の忠説を思い涙してこれを制しました。姉川を思い出すの、あの者は身を捨てて家康を逃がす糸間を作るつもりであろう。徳川を討ったならば本多忠勝は生け捕りとして我が家臣としよう。秀吉は後に忠勝について、日の本第一、古今独歩の隆史、東の本多忠勝、西の立花宗茂と称賛しています。忠勝は敵にも味方にも武勇と人柄で愛された武将だったんですね。小松姫と英子姫。天正14年1586年、家康が羽柴改め豊臣秀吉に臣従すると、忠勝は妹の英子を秀吉側近夏賀正家に、愛娘小松姫を真田昌幸の嫡男信幸に嫁がせました。小松姫は男勝りの激しい気性ながら、武家の妻としての細やかな気遣いのできる美しい女性だったといいます。後の慶長5年1600年第二次上田合戦前夜、沼田城でのエピソードはあまりにも有名ですね。孫との婚情の別れにと沼田城を立ち寄ろうとした正幸に対し、夫の留守を預かる小松姫が、父上といえども敵となった者を城に入れるわけには参りませんと言い放ちます。それを聞いた正幸は、さすが本田の娘よ、武家の妻とは格あるべしと感心し、満足して立ち去りました。その後小松姫は近くの寺で子供たちを舅に面会させ、礼を尽くしたと伝わります。忠勝も娘婿の信幸を大いに気に入っており、関ヶ原の戦後処理では真田昌幸、信繁の除名を嘆願。家康に対して、聞き入れてくださらねばそれがしが殿と一戦つかまつると啖呵を切り、不死の命を救ったと伝わります。一方で妹の英子は、関ヶ原で西軍についた正家が自刃した後、池田長吉に襲撃されて非業の最後を遂げています。池田長吉は英子が忠勝の妹であることを知ると、復讐を恐れるあまり証拠を隠滅しようと大慌てしたと伝わっています。生涯ただ一つの傷。天正18年1590年、家康が関東に移封されると、忠勝は上総の国大滝城、千葉県いすみ郡に10万石を与えられ、阿波の里見氏、北条系の黒人衆への備えとして配されました。関ヶ原の戦いでも90もの首を挙げ、慶長6年1601年には伊勢の国桑名城に10万石で移封、城下町や宿場の整備を行い前線を敷きました。しかし戦乱の世も終わりに近づき、樹立した徳川幕府の中枢も文官たちによって占められていきます。その分、武勇で鳴らした忠勝の活躍の場はめっきり減っていきました。次第に病がちになっていった忠勝は、慶長14年1609年、家督を嫡男忠政に譲って隠居します。
数々の激戦を戦い抜いてきた忠勝でしたが、驚くことに生涯一度も戦傷を負うことはなかったといいます。本人もそれを大層誇りにしていたのですが、亡くなる数日前、雑用で小刀を使っていた時に手元が狂い、左手に小さな傷ができてしまいます。忠勝は、本多忠勝ともあろう者が傷を負うとはと自らの死期を悟ってつぶやいたそうです。慶長15年1610年10月、本多忠勝は桑名城で死去、享年は63でした。一説に死因は糖尿病とも言われています。時世の歌は、死にともな、ああ死にともな、死にともな、深きご恩の君を思えば、さらに侍たるもの、自分の手柄は二の次、危険に臨んでも決して引かず、主と枕を並べて討ち死にして忠節を守るものだとの遺言を残した忠勝、最後の最後まで大恩ある主家康についていきたいという思いにあふれていました。まとめ、武士の中の武士、天下無双の忠義者、本多忠勝。類まれな武勇と誠実な人柄で、味方はもちろん敵にまで愛され、数々のエピソードを残しています。そんな忠勝は現代でも広く愛され、地元岡崎市の岡崎城本丸には辰木神社の御祭神として祀られているほか、三重県桑名市でも未だに名君と慕われています。千葉の大多喜町では、本多忠勝、忠友を大河ドラマに誘致する活動もありますから、いつか大河の主役で登場する日が来るかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。